中国がね、なんかいろいろやってんですよね。いろんな芸能界改革みたいなのをやって、これレコードチャイナに書いてあって、面白い記事があって、ちょっとそれをいろいろ考えてみたいと思うんですけど、中国で最近話題となってる、これなんですか、娘をなんとかっていう書く字なんですけど、なんとか文化。現況は日本にあり、なおかつ、米国が後押ししていると記事を掲載。要するに、女っぽい男をテレビに出しちゃいけないっていうことを今進めてるんですよね、中国はね。だから、お姉タレントなんかもちろんいないし、まあ、あと、なんだろう、ちょっとなよっとした感じはダメだっていうこと。アイドルっぽい男もダメなんですよね。まあ、だから、日本で言ったらリューチェルなんかも絶対ダメだし、まあ、本当ジャニーズも本当はダメみたいなところもあるみたいですよ。中国ではブロマンス作品が人気を集めると同時に注目された。最近では、当局が奇形の美意識と断じ、排除を表明していると。男は男らしく、女は女らしくっていうね、ことですよ。女性的な男性が人気を集めたのは日本が最初だと。その背景にはアメリカの存在があった。日本では1970年代に高倉健とか男らしい俳優が人気だったものの、昭和の後半から現在に至るまで長髪にメイクを施し、中性的なファッションをした男性が続々と登場しているっていうふうに、中国は指摘をしているんですね。この上でこうした文化は、主に芸能界から起こった男性の女性化現象を指しているという。彼らは服装、身だしなみ、言葉遣い、仕草などの面で女性化しており、男性本来の男らしさに欠けていると説明。この男性芸能人の変遷の背景には、ジャニーズの生みの親であるジャニー喜多川氏の存在があるっていうことを中国が言ってるんですよ。で、記事はジャニー喜多川氏を日本のアイドル産業の第一人者で、まあ、男性アイドルの、ね、第一人者ですよね。芸能界は右に出る者はいないとし、スマップや TOKIO など数々の人気男性グループを輩出したと紹介。一方で喜多川氏の成功は当時の社会背景と密接な関係にあるとし、米国は戦後日本を徹底的に服従させるために日本人の思想と文化を改造する長期的な計画を実施してきて、まあよく一番有名な 3S 政策ってね、アメリカ軍、GHQ が日本に施したのがあるんですね。3つの S ですよね。いわゆるスクリーン、スポーツ、セックスっていうね、この3つの S ですよね。スクリーンっていうのは映画とか、まあ、テレビとかですよね。スポーツはまあ野球とかそういうスポーツ。で、セックスは、性風俗産業。これを日本人に徹底的にやらせて、日本人が本来持ってるね、戦前に持ってたね、日本男児のね、天皇を中心にした男らしさっていうんですかね、武士の魂っていう、そういうのを徹底的にこう、抑えつけようというか、忘れさせようっていうね、人間をダメにさせようっていうのが 3S 政策っていうんですよね。それ有名な話ですけど。そして、米国の意向のした日本の一部の先輩は裁判を逃れメディアの大物に変身し、米国の戦略面での重要な駒となった。例えば中国侵略を先導したされる、戦犯の正力松太郎氏、ね、は米国の支援を受けて読売新聞を創刊。この人物の強力な働きかけで日本人は米国の野球を受け入れ、原子力計画も受け入れたと。正力松太郎は米国に対して娯楽番組で日本の庶民を背負う。だからこれが 3S の中のね、一つです。うん。野球と娯楽番組だから二つ入ってるんですね。日本の庶民を洗脳し、世論の宣伝を通じ日本社会の勇ましい気質を弱め、柔和な気質へと変えることを提案したってこと。だからまあ、弱くさせたわけですよ、人間、日本人の、日本男児をね。と指摘。帰国後の最初の仕事で米軍の通訳をしていたという喜多川氏もそうした戦略実行の急先鋒だったという見方をしている。だから GHQ とか CIA とかの一員だったってことですね、ジャニーさんもね。まあ、中国が言うからにはですよ、分かんないですよ、中国の言い分ではですよ。で、記事はジャニー喜多川氏と CIA の関係ははっきりと解明はされていないとする一方を、 CIA による世論調査には前例があるとし、米国の有名なフェミニズム運動の先駆者であるグロリア・シュタイネムと
彼女が創刊した雑誌ミズはその背景に CIA の支援があることが暴露されたと指摘。また冷戦時代に多くのアーティストの作品が CIA からの文化兵器として輸出されたことにも言及した海外メディアもあるというあると主張したと。記事はもちろん日本にも何だろう、その娘なんとか文化、要はその女っぽい男文化がね、根強い土壌があったと。で、古事記によると、その大和武尊の命は女装して敵陣に紛れ込み敵陣のあのドンを暗殺したと。で、日本の伝統芸能である歌舞伎も男性が女性役をまあ演じますよね、玉三郎とかね、などと説明したほか、三島由紀夫さんもね、男らしい人なんですけど、ロマンスを語り継がれる三輪家は同性愛者であることを告白する際に、三島由紀夫さんも三輪明宏さんも同性愛者なんですよね。で、二人は恋人関係にあったなんて言われてますよね。で、人を殺したわけでも物を盗んだわけでもありません。これは日本の古来の歴史で文化ですよと語っていたとも伝えたっていう、そういう話ですから。まあそんな話です。要するに、まあ最近は多様化なんて言って、同性のね、ジェンダーとかね、ジェンダーレスとかね、LGBTQ なんて言ったりとかするじゃないですか。で、そういうのを認めようとする社会になりつつあるんですが、まあ中国みたいにね、軍として強くなっていく、国力を強くするってなると、それが不都合だったりするし、一つの考え方で僕はあるとは思います。だってね、日本がね、昔はものすごく強かったわけですよ。第二次世界大戦以前はね、ものすごく強かったんですよ。アメリカだから負けたけど、アメリカ以外だったらもう全然勝てたぐらい強いわけですよ、日本は。それはなぜかっていうと、もちろん兵器の問題もあるけど、人間のね、やっぱり天皇を主としたね、教えっていうんですかね、そういう教育があったからこそ、ね、国としての強さがあって、日本っていうのが、領土拡大をしてったわけですよ。常識までも、アメリカが屈してったっていうところはあるでしょうね。ファッションとかにね、男でもファッションに興味を持たせたりとかね、っていうのはあるかと思います。で、男のかっこいいっていうのはもちろん佐藤健くんなんか見てもそうだけど、本当に中性的なね、美しい感じの男性が、ほとんどの女性がね、好きだっていうような体調になってるわけですよ。昔みたいに本当これで言ってるの、高倉健さんが一番かっこいいっていうような女子は逆にもマイノリティなんですよ、今の日本では。だからね、そういうことを言ってる話ですよね。で、中国はそれを国が挙げて、いや、そういう考えをやめようっていうことにしてるってことだから。でももう根付いちゃってますからね、ジャニーズとかのね、そういう文化がね。韓国ももうそうじゃないですか。韓国もね、もうみんな整形してまで美しく、男も美しくなって、BTS なんかもそうだけど、世界でかっこいいって言われるような影響力も、それももう本当にアメリカナイズされてるからですよね、資本主義の国でね。そこにはもちろん CIA の力もちろんあるんだろうなと思うし、もうあながちこれが言ってることは嘘でもないんじゃないかなと思ったりもします。ジャニーさんもと CIA とか。今はもうね、それはね、ジャニーさんもメリーさんも亡くなっちゃったから、ただね、一つ言えることは僕が思って僕の人生の中で、ジャニーズがね、ほんとそんなに影響力を持ったってのは、たのき以降ですから、1980年代以降なわけですよ。そうなるともう日本バブル経済に移行してて、ジャニーズじゃなくても世の中全体が男がもうどんどんおしゃれ化してた時代だから、本当にジャニーズってもう世に知られるようになったのってのは1980年代以降。戦争が終わっても相当しばらく経ってる。1945年に終わってるわけでしょ。じゃあ35年以上後のことなんですよ。っていうのはちょっと微妙ですよね。な感じですかね。ではでは。